どうも、ちばです。本日は、おデブのパラダイスに行こうのコーナー。おデブのパラダイスって何や、お腹出して。これもパラダイスの一部や。おデブといえば、焼肉好きでしょ。好き。好きやろ。おう。ラーメン好きでしょ。好き。ラーメン屋さんと焼肉屋さんって交わることがないやん。ないやん。見つけましたよ。本日はですね、焼肉ラーメン誠。パラダイスやんか、ここ。焼肉ラーメンセットっていうのがあるらしい。なんじゃそれ。マジでマジで。ほんまかどうかわからん。焼肉ラーメンセットってあるらしいから、ほんまかどうか調査に行きましょう。あった。ほら。見て。見て見て見て。ラーメン焼肉セット。ほんまや。ラーメン焼肉セット上もある。いやいやいや。しかもランチタイム白ご飯おかわり無料。明らかにランチタイムではないわな。ということで、せやな、ちょっと潜入しましょう。はい、はい、どう来た。ほんまにあるんか。あったけど、表にはランチだけじゃん。結構しっかりしたラーメンあるよ。3時間以上煮込んだ豚軟骨柔らか煮と煮卵入り、うん、ね、うんうんうん、油そばとか宮崎辛麺とか、これやな、ラーメン焼肉セットやな。おー、あれよ、ランチじゃなくて似てるの。1500円、2600円。あの、何屋さんですかね。タイの作り、サーモン作り、タコの作り、マグロの作り、うんうん、海鮮カルパッチョ焼肉屋さんですよね、ここ。 お作り盛り合わせねえ、どういうこと。しかも割りかしやすい割りかしやすいな、釜とか、うんうんうん、うん、ね、何でもあんねや。何でも屋さんやね。やけどさ、ニンニク塩ホルモンセットとかもめっちゃさ、それめっちゃ俺目についたなあなあ、うまそう、うまそうやでな。じゃあちょっと注文していきたいと思います。はい、とりあえず両方頼んだ、焼肉ラーメンセット、はいはいはい、で上と普通の方やから、うん、あの、もう両方一緒に焼いて食べていこう。そうやな、うんうんうん、とりあえずどんな感じかっていうのをやっぱ見せたいな。そうやね、うん。朝日に札幌。こちらがラーメン。はい。はい。はい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 、お願いします。うわ、すごいなこれ。こうちゃん、これすごいな。すごいこれ。なあ。うんうん。これが上焼肉セット、焼肉ラーメンセットか。うんうんうん。ね。うん、これほらお肉やっぱいいね。うまいな。いいね。サーロインに、うん、これがバラ貝のみって言ってた。うん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 。にこのラーメン、ラーメンなんかほんまに美味しそう。美味しそうやね。もうパッと見で美味しそう。うんうん、で大ご飯にビールやねんけど、びっくりするのがこの焼肉セットが1500円っていうとこやねん。ほんまやな。これな。お前、お肉こんだけ入ってるやんか、うんうんうん、入ってラーメン頼んでご飯頼んだら1500円じゃ買えれへんで。そうやな、確かにそれやな、うん、ということでいただきます。ラーメン先に食わんとあかんねんけど。そうやね、ね、スープ、うん、あ、結構とろっとしてるわ、濃度ある。うまいやないかい。うまいやないかい。普通にうまい。普通にうまいやないかい。びっくりしたわ、クオリティ。もうラーメンやか思ったわ。うま。じゃあ麺いきますか。麺細麺やね。おうおう、ほんまや。うん。おまけっぽいやん、焼肉屋さんやから。うんうん。むしろ、ラーメンメインじゃねえって思うから、ラーメンのクオリティ高い。あ、そうなんや。ほんまに。さあ、またごっついの入ってるわ。うまやな、これ。でっかいな。うん。そうやわ。ここ焼肉屋さんやった。あ、肉は専門やから、ね。そうや。食べ応えのあるチャーシュー。ほう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 。もともとラーメン屋やったんかなって思った。ああ、そういうことか。うんうんうん。
なんかトロトロの物体これ。これなんやこれ。これ多分豚軟骨やと思う。ああはあはあはあ。うん。まあ、ちまたにソーキってやつ。ああ、なるほど、うん、はいはい。めちゃめちゃうまい。うん、このパイがうまい。ここのマストは焼肉食ってラーメンだし、あ、使命なのね、うん、はいはいはい。ラーメンは最初に出てこい、うん、あのこれを食べきったぐらいにすいませんって言ったらラーメン出てくるみたいな。おー、そういうことか、うん、だからなんで食うしばチャンネルはこうなったかっていうと、まずサムネ音なんだから、でラーメンは置いといたら伸びちゃうから、うん、だからもう先に言ってちょっと逆のパターンになるから、ね、なるほど、はいはいはい、うん、いやこれ最高や、うん、うまっ。じゃあ僕もいただきます。はい、あれどっから持ってきたニンニク、あった、頼んだらね、あんのかい、まあそれちょっと僕も欲しいわ。豚骨ラーメンにはニンニクやから。そうやな、これで1500円、ほんま安いね。安いな、うん、どうですか、うん、めちゃめちゃうまいやんか。想像以上、ラーメンの香りが想像以上やったやろ、うんうんうん、焼肉屋さんでこのラーメン出てきたの初めてよ。びっくりびっくりなあ、うん、めちゃくちゃうまいなあ。これだけで十分じゃないか。じゃあもらいます。ダメダメよ。じゃあ焼いていきますか。ラーメン食ってから焼肉なんて、なんて贅沢なんだ。そうやな、ね、うん、うわ、あ、ちょっと待って、くっついた、どうしよう、くっついた、くっついた、あ、いけるいけるいける、くっついた、くっついた、よいしょ、もういけるでしょ、ね、風芝チャンネルは早いからね、仕事が。やばいやばい、くっついてるくっついてる、よいしょ、タレにぶち込んで、うん、パラダイスですね。もうそらな、うん、感無量という言葉はこういうことなんだと思いました。ほんまに一人焼肉の席もあるけど、見て驚くな、見て、広っ、広すぎやろ、あれ3人席やろ、ほんまやな、広すぎる、そっちもつって、そっちもつって、そっちもつって、広いに、ね、広い、ね、全部広い、ね、ほんまやな、奥行きすごいし、俺一回やりたかったことがあんねん、あらあら、なんかジンギスカンみたいになってんけど、え、何それ何それ、どういうこと、どういうこと、一回やりたかってんや、これチャーシューの代わりにさ、肉な、うん、まあ、うまいんじゃん、うわ、悪いな、麺と一緒に肉で醍醐味やな、ここのこれ、超贅沢なラーメンになりましたよ牛肉チャーシュー、うん、うん、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい、あるよあるよ、あり、うん、ちょ、僕ももらうわ、ちょ、僕もこのこっちの方のお肉もらってみるわ、うん、いいよ、こっちのこっちのお肉食べてみ、あざーす、うんうん、うまうま、どうやろうな、違いというわ、全然焼肉定食でいい、僕、うん、うん、うん、十分、次来てリピートするならどっち、この象と焼肉セット、焼肉セット、いやな、うん、間違いない、後輩おごったるわ、うん、コスパがめちゃめちゃいい、うんうん、経緯が知りたいよね、このラーメンと焼肉を出したっていう、お、焼肉屋さんやったのかラーメン屋さんやったのか、ちょっと後で聞いてみたいと思います。ごちそうさまでした、うまかった、じゃあちょっと聞いてみますか、ゆえんをもともと何屋やったんやっていうのをね。
あ、うち中華っすよ言われたらどうする。全然関係ないよ、嘘やでしょみたいな。それはないやん、中華飽きてねみたいな。それはないよ。ないか。もともと何屋さんやったんですか。もともとやっぱラーメン屋。あ、なるほど。やっぱラーメンクオリティ高いわけや。そうやな。なんでまだ焼肉屋さんも。父親がやってたんです。はいはいはい。はい、ラーメンだけやったら出て焼きとかして。あ、なるほど。まあそういうことか。ラーメン美味しかったです。めちゃ美味しかった。やっぱりな、ラーメン屋やってんや。もともとラーメン屋から焼肉屋。そうだからラーメンが本格的やってんや。おう、うまかったな。焼肉屋さんのラーメンじゃなかったもん。おうおうおう、な、ラーメン屋さんのラーメンやったもん。おう、ちゃんとした細麺やしな。なあ、まあ、細麺か太麺かはそらラーメンの種類によって違うけどさ。スープの話な。あ、スープね。ということでね、ぜひとも皆さんデブのパラダイスに行ってみてはいかがでしょうか。どの組み合わせが良かったかぜひともコメントください。夜に一番食ったらあかんコンボ食べました。確かにそれやな、はい、最強コンビ。ということで本日もありがとうございました。